こういうところを皆さん測らないんですよ。一回目の前のシーブラックでごまかして変えちゃうんですよ。あの地上1メートルの空間線量だけでね、下は関係ないんですよ。これは宣言ですよ。これを上に対抗するんですよ。私は上と話して、あなたは住宅にね、ね、そんな人もでは一切ない。だから上を残してる。上の方は責任者。国の方はこういう態度です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ですね、たくさんの情報量があって、ちょっと、話している方もいるかもしれませんが、指定の時の、基準、まあ、いずれも年20ミリシーベルト、公衆の被曝限度が年1ミリシーベルトなので20倍という高い基準であったんですが、指定の時の、基準っていうのは、その時々によって 3.0 から 3.2 マイクロシーベルトパーアワーだったんですね。でこれはその国が、まあ、決めた基準で、単純にその20を、365、24で割っても、そういう値にはならないと思うんですが、最初にその2011年の最初の時すごく高い、線量でだんだん低くなっているので、2011年の時は、その指定時には 3.0 から 3.2 マイクロシーベルトという基準でした、パーアワーで。ところがその解除時は 3.8 マイクロシーベルトパーアワーだったんですね。そこら辺もすごく普通の人が聞いて、なんで指定の時より解除の時が高いのっていうふうに思うと思うんです。すごくこう、なんでしょうか、トリッキーなと言いますか、国が決めた計算式で、しかもその形骸化した基準ですね。でそれから今その小沢さんのお話にあったように、測り方も非常にこう、空間制御率で測られたことがある人はすごくわかると思うんですが、もうすぐ変わっちゃうんですよ。風が吹けば変わる、一歩こう移動すれば変わるぐらい変わっちゃって、だからチェルノブイリ法なんかでは土壌汚染なんかも基準にしていたんですが、日本の場合は空間制御率、しかもその庭先、玄関先と庭先ですか、という非常にこう測定の問題もあった。でそして特的な干渉地点というその、制度そのものがですね、持っているその問題点としては、世帯ごと指定だったために、本当に分断が招かれてしまう。でそれを乗り越えて、ここまで地域で団結して今回の提訴をされた南相馬の皆さんの知恵とその団結力っていうのは本当にすごいものだと思います。はい、で今からご覧いただくのはですね、2012年の12月に、特定避難勧奨地点が解除になってしまった伊達市の小国地区に住んでいる、まあ、その方自体は別にその指定世帯ではなかったんですが、連帯のご挨拶です。で伊達市の小国地区なんか本当にひどい目にあって、地域の分断が進んでしまったという、本当にそういう地域です。じゃあ、島明美さんのメッセージです。お願いします。私の島で、私には2人の子供がいます。周りにもたくさんの子供たちが暮らしています。この子供たちに、果たして外で遊ばせたい。大地に思い切って、エコバスであげたい。そんな当たり前のことがもう今はできません。安心してはできないの。気にする気にしないの問題では私はないと思う。ましてやどこかどこで測ったかわからないような20ミリシーベルトの基準の中でも人間らしく生活することはできません。農作業だって、庭いじりだって、大人でさえ大丈夫かな、どうなんだろうなって悩み考えて暮らしてる人たちは大勢います。南相馬20ミリ基準撤回訴訟、本当はこれは日本国民みんなの訴訟
標だと思っています。緊急時の対応である年間20ミリシーベルトで避難になって、今度はその年間20ミリシーベルトにならないだろうということで避難解除、なぜ緊急時の対応の基準のままなんでしょうか。日本はまだ緊急時なんです。実際本当に緊急時だと思います。それなのに真実を隠して保証はせず、私たち住民に押し付けています。今まで福島がなぜ声を上げにくかったか、上げれなかったか、理由はそれぞれあると思いますが、結局は保証の問題は大きいと思います。4年経って私たちはいろいろなことを学びました。福島だから言いにくいことあります。でも福島だから強く言えること、言わなきゃいけないことがもっともっとたくさんあります。この20ミリシーベルト、この基準は私たちは受け入れてはいけないと思います。日本のどこかでもし何かがあった場合、前例があるということでなし崩しされるのはもう目に見えています。残念ながらもうその前例ができているんですね。もう受け入れてしまった自治体があります。その自治体の一つが私の住んでいる伊達市です。今皆さんで一緒に頑張りましょう。声を上げましょう。はい、ですね、皆さんのお手元にですね、青い紙が配られていると思います。ないですかね。青い2つに折った紙なんですが、それをですね、これ支援の会のに入りましょうというご案内なんですが、その開いていただきますと、たくさんの人たちのメッセージを、これ実はですね、今までに3200人ぐらいのメッセージが寄せられているんですが、今日はその中からピックアップしたメッセージを、皆さんにお配りしています。でこの中にですね、島明美さんのメッセージもあるんですが、菅野さんのメッセージ、ごめんなさい、同じ伊達市に住んでいらっしゃいます菅野さんのメッセージも入っています。ちょっとご紹介させていただきます。ごめんなさい、裏面のですね、真ん中よりちょっと上側の右側なんですが、南相馬の地点解除訴訟の原告の皆さん、声を上げてくださいまして本当にありがとうございます。伊達市が避難勧奨地点の突然の解除から2年半が経とうとしております。解除されても現在も避難を継続しておりますが、子どものため自力で生活再建をしようとなんとか頑張っております。突然の解除により何の支援も援助も受けることができず、生活再建どころではない現状です。年間20ミリシーベルトに引き上げられたままの解除、これでは未来ある子どもを守れません。解除はありえないのです。一緒に声を上げさせていただきますというメッセージが寄せられています。はい、それではですね、次に進みまして、再びですね、南相馬の原告の皆さんのお話をお聞きしたいと思います。今日はですね、車2台を連ねていらっしゃっています。ぜひ皆さん、まだご発言いただいていない皆さん、壇上の方にお上がりください。
皆さん、こんばんは。こんばんはというのがちょっとが見えないので、大変なんですけども、私、南相馬市の地域の会、鑑賞地域の会っていう会がありまして、そこの会長をして使っている末永といいます。今日ここに全国からの皆さん、支援していただける皆さんが参加されて本当にありがとうございます。昨日、福島において福島県でいろんな訴訟をしている団体があります。その中に私たち南相馬市の私たちの会も昨日参加させていただきました。ということは今訴訟をやってる団体が32ぐらいあるそうですけれども、その中の9団体が一応昨日準備会ということで県庁において記者会見等をしてまいりました。そういう中でこれからは皆さんのお力を借りて、まず全国で訴訟を起こしている方たちが多いと思います。そういう人たちとこれからは連携を取り、福島、今回は福島被団連という形の会なんですけども、そういう形でこれから情報交換としていく予定になっております。今日ここに見えてますけど、昨夜見えた方もいるみたいなんですけどもよろしくお願いします。まあそういう形で今日ここに130の椅子を用意しましたけども、150名ぐらいは入ってるんじゃないかなと、すごく心強く感じております。これからもこの福島の原町8行政区の会長さんたちが原告団となっております。私たちもこの原告団を支えていきたいというふうに考えておりますので、皆さんの方方もこれからいろんな形でご支援のほど、支援のほどよろしくお願いいたしたいと思います。どうもありがとうございます。ぜひ皆さん一言ずついただけますでしょうか。ちょっと皆さん心持ち前に、なんか舞台の電気がちゃんとつかない申し訳ありません。ちょっと皆さん心持ち2歩ずつ前に。今日は本当に全国から我々原告団の応援に、支援にお入れいただきましてありがとうございます。私も高校、中学、保育園という孫がおりますが、今日は娘と親子で皆さんの支援に賜りたいと思ってまいりました。インド八郎でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。
ずっと自宅で過ごしております。その中で私たちは、私と妻は笠津住宅、そして息子と孫はその後市内に住宅を作ってもう住み続けております。もう家族が3カ所にバラバラにされちゃいました。そんな中でこのように全国の皆様からご支援をいただきながらこのような席を設けていただきまして本当にありがとうございました。今後もよろしくお願いします。改めまして皆さんこんばんは。お忍ばのご来かなと申します。私も今娘と二人暮らしなんですが、原発の被災の当時は私と犬が5匹おりまして避難できませんでした。なんとか除染してもらってクリアしたんですが、まだ除染の高いところがあります。それをなんとかクリアして20メートル過ぎると皆さんと頑張って、行きたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さん、今度は私、高野の佐藤です。現在、私とおばあさんともう2人でもう仮設住宅に住んでおります。本当、正月は毎年、震災前は、孫たちが集まって大いに賑わっておったわけですが、今回は全然来ない。その間に孫2人の浮いたわけですが、絶対巡査下がってこいと、自分のうちに私は下がっていって、そして飲み食いしております。こんなことにする住めたくて現在住めない状態です。今後ともよろしくお願いします。私は小さい子供がおりませんので、特定避難勧奨地点にはならなかったんですけれども、すぐ隣が子供がいるために特定避難勧奨地点になったんです。なんか同じ線量なのにどうしてこういうふうになったのかちょっと納得いきません。これからもどうぞよろしくご支援のほどお願いします。こんばんは。今日はありがとうございました。我が家にもホットスポットというところがあって、事故で指定されるときは場所によっては20もありました。それで長男と次男が仕事が休みの日毎週のように通ってここまで下げました。先日も除染は1回していただきました。2回目もしていただきましたけど音も出さない、私たちに数字も見せない、それで低いところを選んで測っているような気持ちで私はちょっと違和感を覚えました。で先日皆様の方から測っていただいたら2回も除染しているのにまだまだ10もあるところがいっぱいあります。これでは私はうちの孫を連れて戻ることはできません。でこんなことを私皆様の前で言っていいのかどうか分かんないですけど、今民生委員という仕事を委嘱されております。私には子供とかお年寄り高齢者の方を守る義務があります。道路の両端は高いから子供たちがもし戻ってきても真ん中を歩きなさい。でもそれで車が来たらどこへ逃げればいいでしょうか。一人でたった一人ね残されてしまったおばあちゃんたち、私の手をつかんで離しません。そこで
て長話をしてきますが、本当に明日は我が身だと思っております。何回も言うようですけど、私たちまだまだ変えることはできませんので、皆様のこれからの応援よろしくお願いします。ありがとうございます。私も高野倉地区に住んでまして、家族5人でした。長男夫婦と孫の5人だったんです。あ、夫とね。で、まあ、最初避難したんですが、いろいろな事情がありまして、私の両親もこう介護状態になったということもあって、私たち年取った夫婦だけ昨年末に戻りました。で、まあ、今仮設住宅の方に住んでるんですけれども、やはりお家の今までこういろんな弁護士さんとか小沢さんとかいろいろ説明を受けて、私が不安に思っていたことはやっぱりそうだったんだなということを今日改めてこう感じましたので、やはり年間20ミリというそういうことで解除はありえないなというふうに感じております。これからもそういうことを皆さんと共に訴えていきたいと思います。全国の方よろしくお願いいたします。すみません、小沢と申します。高井国田、失礼します。先ほどありがとうございました。ですね、まず私は特定避難勧奨指定になれなかったんですね。指定基準は満たしたんですけども、国は指定しておりません。その悔しさが一番ありますね、やっぱね。それから避難3年を前にして、やっぱり私の父親は仮設暮らしで亡くなりました。多分事故がなければもうちょっと長生きしたんじゃないか。どこも悪いところはなかったね、そういう悔しさがあります。それから先ほど資料を説明できなかったんですけど、私の家の奥の方は2ヶ月前土壌を測りましたら、なんと1億1400万ベクレル奥です。資料の中にあります。もう1平方メートルですね、もう万の単位じゃない奥なんです。で、それが山からどん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 進行していくという状況になります。で、あと先ほど資料を皆さんお手持ちになってると思うんですけども、昨日被団連の集まりありまして、武藤瑠衣子さんとか長谷川健一さんですね、で記者会見をしたわけなんですけど、裏にあります5月24日に、二本松で、設立集会がありますので、お時間のある方はぜひお願いしたいなと。この時宇宙飛行士の秋山豊弘さんもいらっしゃいます。もしよろしかったら、ね、お願いいたします。ありがとうございました。おられない方いらっしゃいますか。先ほどはどうもありがとうございました。皆さん、住民の思い少し聞いていただきました。原発再稼働反対の皆さんの気持ち、我々も同じです。福島の我々のような形、二度と起こしてはならないと思っておりますので、反対の方、原発再稼働反対の方の気持ち、我々もよく分かっております。ですから我々としても応援はしていきたいというふうに考えています。全国でこの問題に取り組んでいきましょう。実は我々
国に対していろんな要望をしたんですが、一切聞いてもらえないんです。日本の国は民主国家というか、主権在民ですね。国民の声を聞いて政治から政治を取らなきゃいけないと。一切無視してるんですね。本当に今のこの政府を見ますと、このままでいきますと、日本の国もおかしくなっちゃう。本当にこれ、今回の提訴、我々責任があるのかなと。このまま全て受け入れていきますと、日本の国は壊してしまいますね。そんなような気がします。そんなことで、我々精一杯頑張れますので、今後ともよろしくご支援のほどお願いします。ありがとうございます。